花村元治は、将棋騎士。騎士番号39。静岡県浜松市出身。木村義夫14世名人門下。プロになる前は、賭け将棋で成計を立てていた元新剣士という異例の、経歴を持ち、新剣士時代には、東海能に、駒落ち名人、下手名人などの異名を取った。囲碁も得意で囲碁の新剣士もしており、その他爆災が高く花札も、 かなりの腕前があったとされる。この時期は、真剣での収入で、将棋道場を持ち、高級な和服を着こなすなどで、後に、プロにならない方が儲かったかもしれないと述べるほど、金銭には、恵まれていた。だが、増田光構造に対し、墨香り混じりで徹夜で勝負して勝ち越し、さらに高落ちの手合いで差し分けとなった実力を買われた、ことや、 講演者たちの推挙を受けたことで1944年に異例のプロ五段試験の実施が決まる。花村はこの試験でプロ騎士を相手に6番勝負で差し分けて合格し、プロ騎士となった元新剣士らしく実践派の騎士と知られ、当時、おとなしい定石通りの手を指す気風が多い中にあって、あえて定石を外した難解な力将棋に持ち込むことで高い勝率を上げた。また、 終盤の力があり、花村は終盤の入り口でに、八の差なら五分、三七なら俺の勝ちと豪語していた。こうした気風から、妖刀使いの異名を持ち、花村流はプロ騎士に恐れられた。一方で、張ったり将棋と揶揄する向きも存在したが、それこそが自身の勝負感の表れであるとして、むしろ本人はその言葉を歓迎していたという。しかし、経歴とは違い、 ファンを大切に考えており、記号を一枚一枚丁寧に書くことを心がけていた。これは弟子たちにも引き継がれている。大山安春や中原誠には大きく負け越ししている。ものの、通算成績は、帰戦優勝3回、A 級通算16期。特に1977年度には60歳で、A 級への復帰を果たした。これは2018年現在でも、全クラスを含めた、 最高齢昇級記録であり、永久在籍記録としても、大戦の69歳4ヶ月、加藤一文の62歳2ヶ月に次ぐ最高齢記録である。しかし、タイトルは取ることができず、生涯4度の挑戦の中で、大戦には、名人戦と王位戦で、ストレートで2度敗北し、残りは球団戦で、塚田正雄に2度挑戦しているが、0勝3敗。 二勝三敗で敗北している。1985年5月25日、現役のまま69歳で死去。師匠の木村義夫とは、晩年連れ立って、競輪場に行くほど親密な間柄であり、木村は、とても良い弟子だが、たった一つ悪いことをした。師匠より早く死んだことだととても悲しんだという。プロとなった弟子は七人おり、弟子思いで有名だった。上記の通り、 定石を外した先方が大戦には全く通用しなかったことから、弟子の中でも特に才能を見込んだ森下には、正統派の将棋を手取り足取り教え込んだ。将棋界で師匠が弟子を文字通り技術指導するのは珍しいことであった。また、早くから親元を離れて、上京した弟子の学校生活を気にするといった優しい師匠であった。 花村文化の悲願のタイトルは、その後、深浦が獲得する。ありがとうございます。